本日はお暑い中、ようこそいらしてくださいました。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。とにかく一言、嬉しいです。本当に嬉しいです。いや、まさか自分がこういう席でまた認定をいただくとは思ってなかったので、えっていう感じで、えまさかまさかやっていう感じだったんですね。で、僕、いや、どうしようかなっていう感じで、もう、はい、お受けさせていただきますって言って、もうなんか夜遅くだったんですけども、そんな感じでお受けさせていただいたんですけども、もうなんかもう夢のようで、ね、まあ苦しい時はもうたくさんありまして、まあ修行はもう本当に55年間やらせていただいたんですけども、でも辛くても、師匠がちゃんとフォローしてくれまして、悪いところは悪い、いいところはいいってちゃんと言ってくれましたので、ね、でそこはもうそれの気持ちがね、今でも忘れられないというところがたくさんこうありますので、そこをいつも、ね、思い出したりして、よくここまでなんていうんですか、来れたかなと、55年も来れたかなと思ってますね。やっぱり70過ぎてからやと思うんですね。で、60、70、80とこう師匠はよく言ってたね、60の芸、70の芸で80の芸っていうのがあるねってよく言ってたんですよ。60はやっぱり元気 で70はやっぱりこう落ち着いてゆっくりな、そういう芸があるっていうことをね、それを今ちょっと分かってきたかなっていうところがあります。やっぱり先代が偉大でしたので、まあよう頑張ったなとか、まあ、これから頑張らなあかんねんでっていうことをね、多分言うと思うんですけど、まあ体に気をつけて、でちゃんとやりやっていうことを言ってんじゃないかなと思ってるんですけどね。